皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回も恐竜島でサバイバル生活をするゲーム、アーク実況プレイ続きをやっていきたいと思います。今日はついにこの島のボス生物、巨大ゴリラのメガキテクスに挑むんだよな。ついにこの日が来ましたね。ところで後ろにいるそのメカ恐竜、どうしたんだぜ。あ、この子、拠点周辺をフラフラしてたので捕まえちゃいました。我々の拠点周辺にもテック生物湧くことあるのか。うちのメカ恐竜たちに惹かれてきたのかも。ふむ、それはそうとボス戦に連れて行くメンバーは決めたのか？まだ決めてないです。選抜はマリサと一緒にやろうかなと思って。そうかそうか、なら早速始めるんだぜ。その前にボス戦用にカレー作らなきゃ。か、カレーっすか？うん、カレー。どういうことだってばよ。今回我々が挑むボスキャラ、メガキテクスのステージはとんでもなく寒いらしいの。だから体を温めてくれる効果のあるカレーを作ろうかなと。このゲーム料理なんてできたのか。出来上がるまで結構時間がかかるようなのでその間にメンバー決めちゃおっかなと。そういうことか、いいんじゃないでしょうか。それじゃあ早速作りますか。ふむふむ、レシピはこんな感じか。必要なもの結構あるな。トウモロコシと人参はうちの畑から収集するとして。麻酔薬は作らないとないかな。カレーに麻酔薬なんて入れるのかよ、大丈夫かよい。だってレシピにそう書いてあるんだもん。ええ。水を入れてっと。よし、これで作れるわね。お、準備できたのか。あとは鍋に火をつけて待つのみ。うし、そんじゃ待ち時間にボス討伐メンバー決めるか。決めましょう。ゲンタくん、ちょっと降りてきてー。ゲンタに乗って移動しつつメンバー選ぶわけか。その方が早いでしょ？せやな。拠点を時計回りしながら選んでいこう。早速強そうな選手が目の前に。あのティラノのことね。お、こいつは以前のボス戦を生き延びたティラジローじゃないか。即採用です。右手に見えるのは初めて捕獲したティラノサウルスのヒラシャインちゃんか。なぜか捕獲当時と体の色が変わってるのよねこの子。連れて行くのか？今拠点に戦力となる生物がどれくらいいるかによるけど一応候補には入れておこう。承知した、次行くべ。あ、この先にも一体ティラノが。最近捕獲したメカティラノのテックスくんか。さすがに100レベル以下のティラノを連れて行くのは危険かな。貴重なテック生物だしな、死んだら困るぜ。うんうん。ここにもティラノいるぜ。あ、ボス戦経験者のティラサブローじゃん。レベルも高いし即採用。ティラジロー、ティラサブローがいたってことはこの近くにティラ一郎もいるかも。ティラノ三兄弟。懐かしいな。あとは誰がいるかな。そういやバリオニクスのバリー君スルーしてたけど連れていかないのか。バリー君ねー、貴重な高レベルバリオニクスだから万一やられでもしたら精神的ダメージが大きすぎる。お、こいつも確かボス戦経験者だよな。ボス戦にいたっけ。テラダ影が薄いから覚えてないや。いた気がする。ここにもティラノが2体いますな。エドモンド・ホンダとティラ一郎だ。これでティラノ三兄弟揃いましたな。あのレベルの低いユーティラヌスは今回も連れていくのかな？もちろん、重要なバフ要因です。ユーティラヌス連れていくってことは前回と同じ作戦か。そう、ティラノたちにボスの相手をさせて我々はユーティラヌスに乗って味方にバフをかけまくる。前回この作戦でボス倒せてるし意義なしだぜ。メンバー選抜はこんなもんですかねー。おい霊夢、リーダーを忘れてないか？あ、すっかり忘れてた。そう、スピノサウルスのスピオだ。この子も前回のボス戦で大活躍してくれたのよね。連れていくだろ？うん、今回もチームのリーダーになってもらうわ。ごちゃごちゃしてきたし一旦メンバーを整列させるべ。ラジャー。マリサ、全員並んだわよ。よーし、そんじゃ右から見ていくか。では改めてメンバー紹介します。右からティラノサウルスの寺田心、ヒラシャインちゃん、エドモンド・ホンダ。ティラノ三兄弟ことティラ一郎、ティラジロー、ティラサブロー。ティラノは計6体か。チームリーダーのスピオ、そして後方支援担当のティラミス。以上になります。ふむ、全部で9体ね。一応ユーティラヌス以外は全員100レベル超えですな。ここにいるほとんどがボス戦経験のある精鋭だけど、どうだろこのメンツでいけるかな。いけるでしょ。いけるか、なら早速出発だな。カレー忘れてますよ。あ、そういや作ってたんだったな。もうできてる頃だと思う。お鍋の中身をチェック。どうだ？できてるできてる。ほう、これが麻酔薬で作ったカレーか。麻酔薬以外にも入ってるけどね。カレー一つで15分効果を得られるんだな。結構いいじゃん。5つあれば十分足りるよね。むしろ十分すぎてお裾分けできるレベルだぜ。
それじゃあこのカレーとボス戦に挑むために必要なアイテムを持って戦いの場に向かいますかね。おう。着いたわよ。決戦の地に。来てしまったか。ついに始まりますよ、ボス戦が。みんな全力で頼むんだぜ。では、ターミナルにアーティファクトを入れます。お願いします。すべて入れました。ボスが選べるようになったな。押すよ。うん。ポチ。いやそっちじゃねえだろ。間違えた。こっちだったわね。カウントダウンが始まったな。ボスのいるフィールドにテレポートされるまで残り約20秒。みんな、絶対に生きて帰ろうな。巨大グモを倒せたあなたたちなら絶対に今回のボスも倒せるはず。スピオ、みんなのことは任せたぜ。期待してるわよリーダー。何回かボス戦経験してても緊張するな。残り10秒を切ったわ。来るぞ。みんないい顔してるわ。それでは誰一人かけずに帰ってこれることを願って。いざ出陣。来たー。音、バグってないっすか？本当だ、流れたり止まったりしてる。ここがボス戦のステージか。早速だけどカレーいただきますね。ボスはこの先にいるんだよな。うん、そのはずよ。ゴリラの石像が置いてある。すごい場所だなー。まるでゴリラの王国だぜ。しかしこの音バグいつ治るんだろ、集中できないんだけど。この状態でボス戦やるのは嫌だな。音が治るまで少し待ってみよっか。そうするか。治ったみたいなので先に進みたいと思います。この階段の先にボスの HP ゲージみたいなのが見えるぜ。まだボスには気づかれていないのね。鈍感な野郎だぜ。みんなちゃんとついてきてね。いた。気づかれたぞ。こっちも方向返しだ。気をつけろ、何か投げてきたぞ。危な、石投げてきおった。霊夢前に出すぎだ。我々は後方支援担当だろ。勢い余って出すぎちゃった。早く仲間にバフをかけてやるんだぜ。みんなごめん、支援遅れました。画面が茶色くなってるんだが、これはなんだ。メガステックスの仲間がうんち投げてきたんじゃない。そういやさっきからちっこい猿とゴリラがボスの周りをうろちょろしてるな。メソプテクスとギガントプテクスかな。地味に邪魔だな。背中がガラ空きだぞゴリラ野郎。前の連中に夢中のようだ。これ取り囲んで攻撃すればもっとダメージ入るんじゃないかな。確かに。でも取り囲むように命令するの難しいな。まあ無理にやらんでもいいだろ。今の戦い方でもそこそこダメージ与えられてるし。ティラノ三兄弟が雑魚的めっちゃ倒してる。テラダも頑張ってるぞ。スピオ君その位置で攻撃届いてるのかな。霊夢気をつけろ。ゴリラの野郎戦後へのダメージ叩き出してるぞ。ボスの HP やっと半分削れたわね。ところで仲間の様子はどんな感じだ。重傷のやつはいるか。パッと見だけど今のところみんな大丈夫そうよ。仲間の一体が集中して敵の攻撃を受けるのだけは何としてでも避けないとな。このゴリラノックバック攻撃してくるから厄介ね。あの野郎なるべく囲まれないように立ち回ってやがるぜ。だんだんボスの体力を削るペースが落ちてきた。これはまずいな。できる限りバフを切らさないようにしないと。うわ、またクソ投げてきやがった。あ、気づいたらユーティラヌスのスタミナほとんどない。無駄な動きは極力避けるんだ。スタミナ回復してる時間はないぞ。ああもう、足元の猿がうざすぎる。足元でずっとクソ投げつけてやがるぜ。ボスの HP だいぶいいところまで削れてきた。いいぞみんな、もう少しだよ。上から雑魚敵が降ってきたぜ。ティラミス君の体力だいぶ減ってきたので一旦離れます。そのせいか知らんが移動速度が極端に遅くなってるな。おお、ボスの HP もうミリじゃん。倒せるぞこれ。やったー。2体目のボス生物、メガステックス撃破。みんなよくやった、最高だぜお前ら。メガステックスの写真集ゲット。どう見ても写真集じゃないだろこれ。本当に倒せたんだね。ああ、やったぜ。元のエリアに戻される前に奴の顔を拝んでおこう。とどめって誰が刺したんだろうな。死体の近くにいるスピオかな。誇らしげな面してやがる。さて、じっくり顔見てやるわよ。おい霊夢、体力がやばいぞ。え？死んだー。おい何やってんだよ。これ取り残された仲間どうなっちまうんだよ。ボス戦に夢中で体力減ってたの全然気がつかなかった。しっかりしてくれよ。ボスステージに取り残されたみんな、ちゃんと戻ってきてるかな。最後の最後にとんでもないことしでかしてくれたな。やっとターミナルの場所まで戻ってこれた。よかったー。みんなちゃんと戻ってきてたー。本当によかったぜ。
みんな心配させちゃってごめんね。まったくだぜ。怪我してる子結構いるわね。なんだかんだでみんな体力削られてたんだな。瀕死の子もいるし割とギリギリな戦いだったのかな。誰一人かけなくて本当によかったぜ。よく戦ってくれました、ご苦労様です。後でうまい肉たっぷり食わせてやるんだぜ。ここ寒いし拠点に戻りましょっか。おう、戻ろうぜ。はい、ということで無事戻ってまいりました。しかしすごい戦いでしたな。ボス戦の緊張感、癖になりそうですわ。これで一応目標だったボスの討伐は終わったわけだが今後はどうするんだ？別マップに行くんだっけ？うん、予定としては別マップに移動してアーク実況シーズン3の始まりかな。シーズン3か。ただシーズン3を始める前にちょっとだけ別のところに遊びに行くかも。別のところ？うん、視聴者様からそこに行ってほしいとのリクエストを結構な数いただいてるからね。一日だけ遊びに行ってみようか考え中なのよね。一体どこなんだ？秘密。おい教えてくれよ。ダメです。ああ。どちらにしても次回はこの恐竜島とは別の場所にいると思います。またしばらくこの島とお別れか。寂しくなるぜ。まだまだこの島でやることたくさん残ってるから必ず戻ってくるわよ。おう。ということでスーパートに及ぶアーク実況番外編はこれにて終了です。ここまでご視聴いただきありがとうなんだぜ。それでは本日はこの辺で、来週のアーク実況も絶対見てくれよな。それではまた次回お会いいたしましょう。アディオス。